まああの人と人が強く絆を結ぶ時って何かの問題解決に向かう時がまあ一番大きいと思うんですけどもその中でもねあの共通の敵ができた時にその信頼関係っていうのは強くなるらしいんですよ。まあ共通の利害ってやつですけどもね。まあ、そしてそれっていうのはその問題解決が終わった後でもまあいい戦友みたいな感じでねあの一緒に戦ったよねと。負けたけたども、 うん、なんかいい関係だったよねとかねもしくは協力することによって勝てたよねみたいな、ね、問題解決できたよねみたいな感じでやっぱりいい関係になるわけですよ。まあ、ですんであの共通の敵を持つことっていうのはなんか一つのなんかグループをまとめるのに有効な戦略であってその上司っていうのはいつも嫌われてる方が部下の結束が高まったり部下があの新しいね モチベーションを勝手に作ってくれるんでいいらしいですね。だから物分かりのいい上司って結構使えないんですよ。うん、で、管理者の条件っていう研修があって、その中にもあるんですけども、文言がね。あの、管理者ってのは最もね、同情に値しないと。部下の反感を受けた時にすぐに部下の仲間入りして一緒になって会社を責めるだろうと。そんなせこいやつにお前同情なんてかけてやんねえよ。もっとちゃんとした管理者になれよ。お前は嫌われてなんぼなんだと。 嫌われて嫌いなやつに対してそれ以上の成果を見せてあの嫌いなやつを排除しよう嫌いな上司をお前いらねえんだよって言いたいがために部下は結束するんだよってことなんですよ。まあ、そうすると部下の中での多少の小競り合いはあのまとまるらしいんですよ。う俺たちいがみ合ってる場合じゃねえぜとあんなやつの下に使われてる立場ってのは一緒じゃねえかともうちょっとここは休戦してあいつを倒そうぜみたいになってね組織はまとまるらしいんですよ。 だからいい上司っってててのはわわざと嫌われる役を買って出てね行くみたいですだから話の分かる上司とか俺があるかったっていうふうに言うのって責任逃れらしいんですよ、うん。俺上司なんだからお前らが言うこと聞けよこの野郎。間違っててもいいんだお前らは俺の手足なんだからよ。ぐらいの高圧的な態度を取ることによって組織って維持されるんでそのよくねパワハラとかなんとかって言いますけどもあの組織ってのはパワハラだってことらしいんですよ。 うん、でパワハラって言葉が出てるうちはまだまだ甘くってだって予算達成するのは当たり前でしょと上司の言うことを聞くのは当たり前でしょと上司の言うことがもし間違えてると思うんだったらごねるんじゃなくって早く上司の言う通りにやって間間違違っっっったた指示には間違った答えが出ますすよよててここととを証明しろってことらしろらいんですよね、まあ、そもそもそういうのを全部承諾した上で入社面接続きに来てるのに入った途端にねあのルールはおかしい上司はおかしいっていうのはおかしくないですかってことらしいんですよ。 まあ最近はなんか、拘束がおかしいよっていうね、生徒さんも、昔と同じようにいらっしゃるみたいですけども、入学する学校の校則は調べて、その校則に同意できるんだったら入ってこいと。同意できないんだったら入らない。もしくは入った後で校則を変えるための運動をしなさいってことらしいですけどね。だから、ルールを破っといてごねるっていうのはね、まあ、ちょっと良くないんじゃないかなってことですよね。まあ、ルールを破,破りまくった私が言うのもね、おかしな話ですけども。言ってらっしゃる。